という名の祝福だね。本日も懲りずに見ていただきありがとうございます。今回はですね、ちょっと今までやったことがない、グローブガーディアンフォレストという、これ多分私がまあやり始めてからは初なんですが、その攻略データもあまりない中で、やるのも久しぶりに、ちょっと頑張ってみたい、そんな感じになりますが、今回はそのグローブガーディアンの限定ミッション、グローブガーディアン、向こうの、言い方だとグローブディンジャーっていうんですけど、まあ、これのですね、ステージが1、神秘な儀式というものを攻略していきたいと思います。ちょっとすっ飛ばしちゃってますが、ハーピークイーンがボスということで、チャームが結構怖そうな感じですよね。こちらは前衛としてがっつりと張るのがこのオークルート、樹木の精霊だけですので、あとはそれをどうやってうまくカバーしていくかという戦いになってます。おっと、パーティーを言ってませんでしたね。ですね、こちら樹木の精霊、まあ、タンクという形で、出てくるもの、そしてまあ、攻撃力としてハーピー、それに、今回の限定チャレンジの、メインとなるフォレスト。フォレストは、このスキルがですね、当てた先が、まあ、魔導士だった場合なんですけれども、詠唱を、3秒間ほど止めるサイレント、うん、確かサイレントですよね、まあ、それが、かかるようで、結構呪文系のやつらのキラーになり得る、そんな感じみたいですね。あとは全体的に対しての攻撃がちょっと強くなるので、まあ雑魚キャラは結構そのスキルがあるバチンとこう当たった時点でやられてくれる感じがちょっと見えて取れました。で、こちらのですね、編成としては回復役がちょっといないので、ペリシア、そして攻撃力をプラスするためのブーンヒルダーということになってます。と言ってる間にもうウェーブ3になっちゃってますが、はい、まあそうですね、安定した感じのパーティーになってますので、ちょっと樹木の精霊の、ヒットポイントがきついかなというところ、それをなんとかフェリシアがカバーしている、いい感じの、まあ、パーティーになってます。で、まあ、最後のところ樹木の精霊がチャームされているというお茶目な感じで終わるんですが、これで今回のステージ1は終了です。はい、攻略ができました。ありがとうございます。フルオートです。今回、残念なことにこのステージ1は実は2日目の、7日に撮っております。ですね、ちょっとプライベートというか、ちょっと家庭のやんごとなき事情によりですね、ちょっと親戚筋の方に行っていたため外泊ということで、編集環境もまるでなく、まあ編集どころか攻略する時間もまるでなかったので、結果まあなんとか仕事の合間を縫って、昨日の7日ですかね、なんとか攻略をして今回のこの動画を撮るに至りました。とりあえず、2日目の動画もこの後、アップする予定なんですけれども、なかなかですね、新しいヒーローを、そのまま攻略せずに1日過ぎるというのはとても自分としてもちょっとがっかりな、ポテンシャルだったなとちょっと思ってます。ちょっと前にですね、九州のアイドルグループのリンクさんとですね、ロードモバイルがちょっと1ヶ月ほどコラボをしておりまして、アイテムというか、まあ、優勝をかけた、まあ、戦いをしていたんですが、私も実はそのリンクにめちゃめちゃ推しの高木由美さんという方がいて、もうベロッベロに完全に溺愛している状態なんですけれども、そちらのですね、ギルドに入ってガンガンやっていたという形もあり、まだまだローモバ
がっつりやっていくつもりですので、これからもよろしくお願いいたします。ではでは、本日はこれにて失礼いたします。柴でした。